ですよ。可愛らしさ見てください。ね、いくつぐらいだと思う？え？いくつぐらいだと思う？16ぐらい。ね、そのぐらいでしょう。17ね。いいですね、一番。何もかもがバラ色に見える年頃ですね。今年になっちゃうという。全部バラ色。全部赤かよ。今くすんじゃってるもん俺。だって曇ってんの。今日はみちこさんで言うと、水泳の、水泳。いましたね。今日はみちこさんとダブってしまうんですよ。こういうのを見えちゃう。全然関係ないんでしょ。関係ないですね。名前が一緒だけなんですけど。心がキアラです。そうです。でも別に水泳ができるっていうのも関係ないですよね。でも泳ぐのは大好きです。はい、そうです。あの水泳のキアラミチコさんとお会いしたことは一度関係あります。どうですか、同じ名前の方が。なんか不思議でしたね。不思議ですね。感じますよね。いや、ありますよね。どうせどうせっていうのはね、一緒にそう何人も会えるんじゃないですか。そうですよ。さて、6月21日にデビューを控えましたけれども、あのデビューのきっかけというのは何だったんですか。スカウトです。スカウト。はい。どこか見たりなんかして、アイドルの基本はスカウトですよ。お笑いの基本は、基本はスカウトですね。お笑いの基本は何。お笑いの基本はツッコミとボケか。日々手首のターン。そう、これですよ、これやってるね。どこでスカウトされたの。地元の福岡の方でスカウトされました。歌手になってみませんかって。東京に来ないかって言われて。怖くありませんでした。怖かったでしょ。そんな全然、はい、思いっきり信じちゃったわけですね。はい、で香港に言われちゃったらどうするんですか。いやでもそうやって運を掴んでいくんですよ。歌手になる人っていうのはやっぱりまさにサクセスですね。サクセスですよ。それで、であの最初のデビュー曲が「サマーラブ」という曲は、はい、なんとロサンゼルスでレコーディングをしたんですって。そう、もういきなりロサンゼルス。ロサンゼルスいきなり。聞いたことあります。ないですよ。あります。ないですよ。沖縄はないですからね。え、ないの。ないですよ。あのロサンゼルスでどうでした。外国で。私は行ってないんです。はい、え、なんで。キャラさん行けないの。ないです。もしもし。違うんだ。カラオケの方。あ、カラオケだけを。はい。あ、そっか。ロサンゼルスね。東京町ですね。でもロサンゼルスでやっぱり曲が出来上がってるから、なんとなく雰囲気的には違うでしょ。そうですね。まあ私の歌はロスよ。そうよ。でも私の歌はロスよ。それではロサンゼルスで曲がレコーディングされました。そして東京で歌を聴かれました。12月21日末からいよいよデビューします。デビュー曲サマーラブを聴いていただきましょう。拍手でお聴きください。I'm not afraid to die.
彼女の力は初見で声を出してたんですよ。そうよ、ね、ちょっとキララチコちゃんの、ね、いい映画とか皆さんにまだ知らない方いっぱいいるんだから、そうですね、それファンの方を知ってね、してもらうためにここで気あるわ、ミツコちゃんはもう全てが一番いいんで、みんな全てがみんな応援してやってください。いや、意気込み注文が感じられますね。意気込みすぎてですね、みんなでジャンプするとこね、一回よくジャンプしてるやつ来ましたからね、一番上を見えてるんですよね、あまりあの、そう、こけてるやつ、滑るつって出てるやつからね、いっぱいいますよ、全然平気って感じ、全然平気、みんな青春ぶつけていいんだね、ねえ、もう、ありがたいですね、はい、本当に嬉しいですよね。それでいろいろな場所に回っていくんですか、またちゃんについて追いかけて、あの、なんて言ってるわけ、歌歌ってる間に、そうラブっていうのは分かるんだけど、セイラミチコちゃんっていうのは普段の相性は何ですか、ミチコちゃん、ミッチ、ミチコちゃん、ミチコちゃんって呼んでる、呼んでミチコちゃん呼んでる、なんかすっかりお話になっちゃう、いいね、なんかね、さあ、アクションして、じゃあね、ね、あ、いいですね、親衛隊って本当にありがたいですよね、みちこちゃんに代わっていろんなところで応援してくれてるわけだもんね、笑いには絶対つかないもんですからね、これは僕らも一回地獄だったことありますから ね、アイドルの子についてネタをやる早く終われって言われちゃったの、センサーで大変ですよ、もうやめろの子、もうどうしようもないから、その女の子を絡めるしかなくなっちゃう、あ、なるほど、はい、辛さもありますね、ご笑いさんとかね、そうですね、そういうものをでも一歩一歩踏みしめてプロになってくれてね、そうなんです、なるほど、でもこうやって歌ってみてやっぱ気分いいでしょ、でもまだ緊張してる、ね、まあね、先ほどのあのサバーラブは飯島成さん、はい、最初だけ作曲をしてくださって、はい、ね、あのデビューから大変な曲をいただいたという感じで、はい、嬉しいです、そうですね、頑張らにはいかんね、はい、本当ですよね、あのさっきプロフィールを見たんですけど、はい、嫌いな食べ物でニョロニョロしたものって何ですか、いや嫌いな食べ物っていうのがなかったんですよ、それで考えようと思ったらやっぱり嫌いな食べ物っていうとゲテモノって頭に分かった、みんなニョロニョロしててゲテモノ嫌いなんだよ、これは起きたわけだ、それ起きたらだから、うん、ニョロニョロ、はい、ゲテモノはみんな嫌いよね、でもね、でも食べるおじさんとかいますよね、食べるおじさん、だから言いますか、いろいろ、おじさんとかすげえ見て、そういう食べるおじさんカエルとかを食べるおじさん見たことがある、いや、覗きにちょっとだけ行ったことあるんですけど、なるほど、そういう名物なおじさんがいた、そうですね、でもカエルの刺身とかあるんですよね、あるんですよね、鶏肉のね、上級な味がする、あ、そうなん、そうそう、食べたことあるね、結構ね、値段は高いんですよ、ああいうものは、そうかもしれないですね、他には嫌いな食べ物ないの、あ、ないです、あ、健康ですね、一番好きな食べ物はカレーライス、カレーライス、いいです、そばカレー、なんかそばカレー、ね、1週間カレーがあれば生きていけるんですか、2日目のカレーなんて答えられないですよ、一番美味しいですよね、お料理なんかするんですか、たまに作ります、どんなもの作る、やっぱりカレーライス、カレーライス食べてみたいでしょ、みんなね、すごいね、結構カレーライスが一番な得意だっていうからな、そうですか、ゴレンジャーのキレンジャーみたいですね、ゴレンジャーもカレー大好きでね、カレー食い終わったらお皿にすぐ集まれって書いてある、そうそうそう、それがいいですね、それでは、2曲目をお願いしますが、はい、この曲はあのどんなあの A 面の新 B 面になるのかな、そうなんですよ、はい、マーラブの、はい、A 面では雨の日の出来事です、雨の日の出来事、これ、はい、A 面に比べるとどんな感じ、そうですね、 A 面よりはちょっとしっとりとして、ね、A 面よりはしっとりとして、 B 面の方がちょっとノリがいい、じゃあきっとまたファンの人だったら、はい、やってくれるんですね、じゃあ司令官の皆さん頑張ってください、頑張ってください、それでは聞いていただきましょう、はい、飯島あばりさんで雨、
でも飯島麻里さんのプロデュースで早くなんか飯島麻里さんをこう追いついてほしいなっていう感じが、ね、横で見ててすごく親心になっちゃうよね。可愛らしい、初々しいなんて。僕らもダンスのレッスンをやる時があるんですけど、その時に一番初めに習うボックスをやってましたね。ボックスをやってましたね。ボックスを出ましたね。ビューティーペアの、いや、初々しい、いいですね。古いですね。あといつですか。でもこれからですからね、はい、これが一番最初のステージになるのかな。今日が2回目です。2回目、はい、プロスポーツフェアが初めて、はい、でこの後はまたいろんなところにキャンペーンがあるんでしょ、はい、あ、そうなんですか。どのくらいがあるの、何箇所くらいがある。全国で約200箇所200箇所、はい、あ、うわ、200箇所って言ったらすごいですよ。はい、私から始まで、いきますから始まり、はい、でもその間にどんどん不安が増えていったらいいことですよね。これから楽しみですよね。200箇所で歌を歌ってみたり、はい、拍手をしたりとか、はい、いろいろファンクラブの人をしたり、はい、一人でも多くのファンをね、掴んで頑張ってください。頑張ってくださいね。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりでもカラオケ歌った後で歌ってもらうと、そうよ、しぐさで涙を涙落として笑いなよ。赤い風でゆくどこまでも孤独出会い燃えてゆくぜ。お願いします。優勝者です。優勝はグロリアを歌った鈴木さんです。おお、すごいね。ありがとう、過去一言言っておられます。